こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はキャベツがネットに使えてきましたので、それと隣のキャベツとキャベツの葉っぱが混み合ってきたりしてますので、ネットを最後のネットになりますが、もう他のは全部取り払ってキャベツだけ今ネットを残してましたけど、キャベツのネットも今日は取り外してのびのびと育てたいと思います。今までキャベツが小さかった時には防虫ネットの上からエムリン PK とトミーエキ肥を混ぜて上から灌水をしました。キャベツの苗もかなり大きくなりまして、小さかったのもかなり大きくなってきましたので、のけようかなと思っています。防虫ネットは虫除けにかけてたんですけど、蝶々は今もあんまり飛んでないです、寒くなって。ただ寒い冷たい風に当てるよりもまだキャベツ小さかったので、ネットを置いてることで多少は寒さ対策にもなるかなと思って大きくなるまで置いてありましたが、ネットに使えてきましたので取り外そうと思います。それでは今からネットの取り外しに入ります。それでは防虫ネットを取り外します。まず防草シートを押さえてます。金具を外してネットを外します。金具はまた元のように土に差し込みます。防草シートを元に戻すために、つけたり外したりが大変だとは思いますが、このひと手間が虫に食べられないので消毒がしなくても済みましたので非常に助かっています。はい、外しましたので今からたくっていきます。はい、これで紐で閉じて片付けます。じゃあ紐を外します。はい、終わりました。ちょっとキャベツを見ていただいたらと思います。こちらのキャベツの畝も順次ネットと肥後を取り外します。その前に先に取り外したキャベツを見ていただいたらと思いますが、キャベツがもうかなりここからここまでともうキャベツとキャベツがくっついてます。このようになるとキャベツが立派な玉のキャベツが取れると思うんですが、こちら見ていただいたら一つだけ一番ちっちゃいのがここに、これも小さいながらに巻いてはいますけど本当にちっちゃい玉になると思います。栄養が足りないんでしょうか。ここを今度集中的にかけてみようと思います。まあせめてこれぐらいに大きくなれば
まあ、そこそこのキャベツにはなると思うんですが、もうちょっと大きくしたいですけど、じゃあ隣を外しましょうかね。早いのは12月、今月12月の2日に入りましたので、早いのはもう今月末には取れる、収穫ができると思います。ひごも取り外しました。こちらの畝のキャベツも結構もう玉になっています。ちょっと最初の方がキャベツが大きいかなっていう感じはしますが、こちらも元気にすくすくと育ちました。ここに一株だけ虫が食べたような穴が開いてますので、今ちょっと気になって中を見ましたが、中までは行ってないようです。中までは虫が入ってないようですので、これかな、あ、ここにおるわ、一匹いました、ヨトウムシが。順調に消毒もしないのにここまで順調に育ったのは、やっぱりくんたんと愛媛愛とかそういうののおかげかなと思っています。くんたんぼかしとかね、愛媛愛も防虫とか病気にも強くなるっていうことですので、おかげさまです。これでのびのびと育っていくと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。ありがとうございました。ニコ。